ー日本代表灼熱40度、バーレーン戦のスタメンがこれ。日本はスタメンほぼ変わらず久保鎌田に変えただけっぽいな。ターンオーバーしてくるかと思ってたがベス面で勝ちに行くんやな。そらそうか。鎌田スタメンは楽しみだけどスタートから伊藤見たいんですよ。他の国が大混戦だからここで勝っておくのは正直大きい。中東相手のアウェイだからカウンター対策で4バックで来ると思ったらしっかり攻め切る姿勢で森保好きになった。菅原見たいんだけどな。あと長友。森保さんへそういう意図がなかったとしても竹はマドリー戦を控えてるのでって言っとくだけで好感度上がります。この布陣でもなお後半から伊藤とか久保とか出てくるの恐怖すぎるだろ。地上波ないの辛すぎる。地上波しないんですね。明日の朝結果楽しみにしてます。なんで日本代表の試合なのにテレビで放送しないのか謎ですね。自国の代表をなんだと思ってるのか一体。ここに三笘の名前があるだけで謎の安心感生まれる。